ほーら見ろステア、やっぱ俺の言った通りだろうが。ライデン、あんたの勘ってのもたまには役に立つのね。たまにはは余分なんだよ。そうですわステアさん、フィリアなんかライデン様の言うことだったら何でも信じるのに。ガイストさんもそうでしょ。ほら、はいはい、まあそれはいいとして。よくない。いいの。なことより今回のターゲットは何なのよ。そう慌てるなって、今回のはすごいぞ。これが今回のターゲットだ。なになに。魔法帝国の紋章が刻まれた紫の石、見つけ出したものに100万クレジット。100万。そう、100万クレジット。砂漠港12番発着所にて引き換えってことだ。100万クレジット、マジ？マジ。やりましょう。そうこなくっちゃな。よし、行くぞ。はい。で、なんでこの洞窟にあるって分かったのよ。勘だ。聞いた私がバカだったわ。本当にあった。ほーら見ろ、俺の言った通りだろ。あ、誰よ。こいつはいただいてくわ。あ、待て、100万クレジット。
もう逃げられないわよ、このコソ泥。これで追い詰めたつもりかい。なんだありゃ。あなたですか。わざわざ私を呼び出した。あんたがアークかい。悪かったな、こいつらがしつこくってさ。待ってよ、私たちは。私は騒がしいのが嫌いでしたね。ガーベラとやら、石はあるのでしょうね。ああ、こいつだろ。ゴーレム、調べてください。いいでしょう、乗ってください。ちょっと、そいつは私たちが見つけたのよ。私はその石さえ手に入れば相手は誰でも構いません。発信してください。そんなのないよ。もう、さあ来た。ああ、ここまでバカにされたら黙ってられないぜ。意地でも追いついて目に物見せてやる。面白くなってきやがったぜ。奴ら一体どこに向かってるんだ。フィリア、ガイストにわからないかしら。ガイストさん、わかる？北の火炎山を迂回してその向こうの大砂漠に向かっているようだって。そうか、一旦港に戻ってるんだな。よし、俺たちは火炎山を突っ切るぞ。ゲー、
あとは遺跡を抜けるだけだ。ちょっと、まだあんの？あの遺跡の向こうに砂漠があるわけね。ん？ガイスト、どうしたの？ガイストさんがあの砂漠は良くないところだって。はあ？何よそれ。ガイストさんの生まれた魔法戦争の時の話ね。あの砂漠っていうのは魔法帝国の都市のあった場所だったんだって。で、帝国が負けそうになった時、帝国が使おうとした最終兵器が暴走して世界を破滅に導いてしまったの。その時の力が未だにこの土地を草も木も生えない雨も降らないところにしているんだって。なんか嫌な感じ。まあ、とにかく先に進むぞ。遺跡には怪物も少ないはずだ。はずね。敵は少ないっつったの。やつら機械兵器をばらまいてきやがったな。ライデン様、あの兵器たち外見は機械でしたけど中は魔法の力で動いてたみたいです。つまりガイストと同じ魔法戦争時代の技術ってこと？ガイストさんほど上等じゃないそうですけど。やつら何者だ。
またあなたたちですか。やっと追いついたぜ、アークさんよ。少しは身の程をわきまえるべきですね、ゴーレム。なんだと？危ない！おお、同型の騎兵ですか。まあいいでしょう。もうあなたたちには私を止めることなどできはしません。なぜ助けた？お情けか。いいや、死なすには惜しい女だって思って。いて！なんであんたはそうなのよ。そうですわ。私というものがありながらこんなおばさんに。だ、誰がおばさんだ？ふんだ、おばさんだからおばさんって言ったんだもん。可愛くない子。あのね。まあ、ともかく礼は言う。あんた名前は？俺か？俺はライデン。ライデンか。まだ奴を追っかけるつもりか。当たり前だ。こんな面白そうなこと放っておいたら男が泣くぞ。ライデン様、素敵！なんだかな、こりゃ。
さかここまでやってくるとは。あなたたちを少しばかり甘く見ていたようですね。しかし、このゴーレムは今までの雑魚たちとは違いますよ。我が体さえあれば。ついにこの時が来た。この時が。アーク。何？何が起こってんのよ。なんですのこれ。あんた何者なの？私は千年待ったのだ。ついに使命を果たす時が来た。使命だと？貴様一体。この世界の全てを破壊する。何だと？それが私の使命だ。千年前は発動を急がされたために正常に活動することができなかった。千年前？まさかあなたが魔法帝国の最終兵器？正確には私とこの体が。だが、迷惑な話だ。私は千年前の暴走で放出した力を取り戻すために長き眠りについた。しかしこのユニットがその間に持ち出されていてね。ユニットを探すために機械文明の遺産を使ったりもした。それももう終わりだ。全てなくなる。私のこの手でな。帝国の勝利だ。なんだ、なぜ私に従わん。何が。ちょっと一体どうなってんのよ。ともかく奴が味方だとは思えない。やっぱり全然儲からなかったじゃない。ま、いいじゃないか。面白かっただろ。これだもんな。あ、私の100万クレジット。でも
なんでアークさんはあんな風になったんでしょうね。そりゃあ、私がやったのさ。え？あは、おばさん！うるさい子だね、まったく。なことよりこいつを見てみな。これは、あの宝石？そう、アークに渡したのは偽物だったってわけ。見せた時は本物だったけどね。それで、体がコントロールできなかったんですね。まあ、まともに復活してたらあんたたちじゃ勝てなかっただろうな。じゃあ、俺たちはあんたに助けられたわけか。いいさ、私も助けられたからね。そいつもやるよ。本当に？ねえねえ、ライデン、これきっと高く売れるよね。そうだな。あ、ちょっとガイストに調べてもらおうか。あ、なるほど。じゃあ私はこの辺で。ちょっと待てよ、この石本物だろうな。え、当たり前じゃないか。ライデン様、これ偽物だって。待てよ、私が人を騙す人間に見えるかい？見えるわよ。じゃ、そういうことで。待て待て、あばよ。待てってば。私の100万クレジット。遥か昔、まだ地球がたくさんの国に分かれていた頃、平和という名の天秤が微妙なバランスを保っていられた頃、だが天秤は気まぐれに傾いた。
いは始まった。当時最も大きな2つの国、機械を操る国と魔力を操る国、今となっては戦いの理由さえもわからない。戦いは地球全土を巻き込み、人や動物のほとんどが死に絶え、草木は枯れ、海は干上がり、地球はしばらくの間静かな星となった。そして時は流れ、地球はよみがえった。大地をかける人間たちは、魔力を持つ者も持たない者も共に協力し、今日を生きている。しかし天秤は今一度その身を傾けようとした。